なるほど。さようでございますか。もちろん私どもがお力になります。ああご安心を。え、ああうちの八神をですか。いや大変恐縮なんですが、彼は先々まで手いっぱいでしてね。いつまで続くんだろうなこの八神人気はよ。なあ沙織ちゃん。源田法律事務所です。ええ、八神は弊社の所属弁護士です。またご指名か。みんな無罪取れる弁護士がいいんだとさ、八神先生。参っちゃいますよ。あの裁判はまぐれもあったってのに。当たり前だろ。判決の 99% が有罪ってんだ。まあだからまぐれだろうが無罪ってやつはでけえ。取った弁護士はヒーローよ。元がゴロつき上がりでもだ。ですね。ですねってお前いい気になってんじゃねえぞ。なってませんけど。そういう態度には見えねえな。あのな、勝てるばっかじゃねえんだ。俺は先輩としてお前に聞いてんのか。ご忠告ありがとうございます。どうしてもということでしたら、うちの新谷が空いてます。八神より経験豊富な弁護士です。聞いたか。確かに。お前のおこぼれが回ってきそうだ。いちいちうるせえな。そんな本当ですか。まあその点新谷なら。ええ、無罪。でもそんな。無罪は取ったことないですね。めったにないことですから。ご存知ですか、日本の裁判の有罪率は 99.9%。 とんでもない数字ですよね。え、ああどうしても親神を。なんだよやってられて。みんなうるさい。はい、ええ、本当に間違いないんですね。わかりました。伝えます。どうした？八神先生に弁護の依頼です。だろうよ。依頼人は大久保新平。は？大久保新平って八神が無罪にしたあの？殺人で逮捕されたそうです。いやだからその事件は俺が。前のとは別なんです。ついさっき大久保が包丁で恋人を刺した後ガソリンで火を。なわけねえだろ。恋人を刺したって大久保くんが恵美ちゃんを。そんな、なんでだよ。弁護士としての俺はエミちゃんと共に殺された。連続殺人鬼
大久保新平の手によって。こちら八神。海藤さん、そっちはどう？もうすぐだよ。今ドンキの近くだ。そっちに向かってる。野郎は見えてるか？あー、見えた。全然気づかれてないな。尾行の腕上げたね。おうよ、我ながら自分の才能が怖え。それは言い過ぎ。しかし面白えもんだよな、探偵が探偵を追ってるなんてよ。ドラマでもなかなか見ねえよな。そんなのいいから、慎重に。こっから俺も後ろにつく。ウェイ、おっさん、邪魔邪魔。うっせえな、おい。邪魔くすんだよ。おい、はあ、なんだてめえこれ。え、なになに、死にたいの？バカかこいつ。おい、何やってんだタボ。いや、チンピラに因縁つけられて、ついついってお前が慎重にって言ってたくせに。チンピラって誰のことだ？海藤さん悪い、後ですぐ追いつく。適当すぎんだろ。なんだそれ、マジなのこいつ。へえ、オッケー、やる気満々じゃ。あっちを、あっちをってか。この野郎、上等じゃねえか。Oh, God!
終わったよ。海藤さん、そっちは今どの辺？ピンク通りに向かう裏道だ。人気が減ってきてる。分かった。早く来てくれ。俺の尾行じゃそろそろ気づかれちまう。まだ追いついてないって。しょうがねえだろ。とにかく急げ。見失ったらお前のせいだからな。うわ、そういうこと言う。怪しいな。これは何だ。と、追いついた。例の探偵。たく、ヒヤヒヤさせ。悪かったよ。ちょっと、ちょっとあんた、そろそろ溜まった家賃払ってもらうわよ。もうちょっと待ってくださいよ。あと1週間だけ。本当ね。次はもうないわよ。はい、必ず。よろしく頼むわね。それじゃ。やべえやべえ。
頼んだ。海藤さん、探偵はチャンピオン街の方に向かってる。チャンピオン街か。あそこが入り組んでるぞ。うん、そろそろ目的地ってことかもな。よし、鳩飛ばそうか。空からもう追っかけよう。お、ドローン使うってか。海藤さん、先回りしてスタンバっといて。わかった、任せとけ。張り切りすぎてまた壊さねえ？あれ結構済んだからさ。お前は探偵見失うなよ。海藤さん、探偵はチャンピオン街の空き地に入ってた。あの先は行き止まりだ。今追ってったらバレるね。やろう。そんなとこに何の用だ。多分誰かと会う。人に見られたくない待ち合わせってとこか。なるほど。こっちは今鳩を飛ばした。見えるか、上だ。ちょっと待ってもらっていい？手際がいいな、海藤さん。操縦も安定してる。だいぶ練習した？今話しかけんな。あんま余裕がねえ。あ？誰かいるぞ。探偵の他にもう一人。やっぱ待ち合わせだったな。見た顔だ。確か神室町で競馬の何やってる。
飲み屋ってことはあの探偵借金も返さねえで博打か。世の中舐めてんな。それよりわざわざこんなとこで飲み屋に会うってことは多分金の受け渡しだ。ん？つまり今なら取りっぱぐれがない。俺らのミッション何だったっけ。探偵の借金取り立て。なるほど、踏み込むなら今か。見てな、人稼ぎしてくるよ。よし行ってこい。タボ、しくじんじゃねえぞ。どうも。いい夜だね、探偵さん。なんだ。カムロ町の飲み屋はサービスがいいんだってね。当てれば配当は1割増し、外した馬券の1割は客にバック。ギャンブル好きにはありがたいよな。俺も今度やってみようかな。あれ、もう行っちゃうの。まだ探偵さんから金もらってなかったでしょ。なんだお前、誰なんだ。うちの客の、そのまた客があんたに金返してほしいってさ。飲み屋から馬券買う前にね。取り立てのチンピラか。よく俺をつけれたな。チンピラとはご挨拶だな。俺はあんたと同業者。探偵ってことか。うん。あんた逃げ足早いんだって。で、うちに依頼が来たってこと。今持ち合わせがあんのも確認済み。もう逃げらんないよ。さ、おとなしく払うも払いな。ふん、確かに持ち合わせはある。でもな、返すのは馬でもっと増やしてからだ。それまで待っとけや。本気で言ってんのか。よくそんなずうずうしいこと。また今度だ。うっ、なんでそんなもん。カイトさん、やつが逃げた。見てたよ。何やってんだお前。くそ、絶対逃がさねえ。往生際が悪いよ、あんた。うるせえ。俺にはな、俺の返済計画があんだよ。Yeah!
お前も探偵って言ってたな。名前は今さら名刺交換でもないだろう。八神だ。カムロ町の八神探偵事務所。ほら金渡してくれ。手間賃込みで15万。お互い紳士的に行こう。ふざけんな。こんな取り立てあるか。訴えてやる。おい、おっと訴えるだ。てめえ偉そうに言えた口か。ちょっと怪盗さん。なんだよ。何が探偵だ。ヤクザじゃねえか。うるせえ。借りた金返すのにグダグダ言いやがって。もう諦めな。その人を怒らすとマジで怖いよ。分かった、分かった。いいのか。この金取ってくならマジで訴えるぞ。見ろよ、鼻の骨が折れてる。鼻血が出てるだけだよ。だいたい先に手出したのそっちだろ。いや、お前が先に殴った。訴えたら間違いなく俺の方が。な、これ弁護士バッジ。お前探偵なんじゃ。どうする、本当に出るとこ出る？でもやっぱ相手が悪いと思うよ。